総理大臣の職を辞することといたします。連続在職日数が歴代最長を記録してからわずか4日、安倍総理大臣が突然辞任を発表。県内にも大きな衝撃が走りました。びっくりしちゃった今こんな長くやれるかなと思ってね。だって今までの総理でね、もう1、2年でパタパタやめてるでしょ。やっぱよく8年持ったね。まあ驚きです。まさか辞任するとは思ってません。ちょっと休養ぐらいかなとは思ってたんですけど、ツイッターで見たんですけど辞任って書いてあったのですごい驚きました。長く続いてた歴任が突然こうパタッと倒れてしまうのはなんか諸行無常な感じがしますね。なるべくゆっくり静養してまた元に元気になってもらいたいと思います。びっくりしました。先に次はどなたに期待しますか。岸田さんか誰かかなって思う。ちょっとびっくりしましたね、はい、うん、また選挙、総裁選になるのかなと。コロナも大変な時期だし、はい、っていうので、まあうん、私も飲食やってるので結構直接的に、うん、心配事がたくさんある中で、あ、今なのかっていう長い間すごい激務を重ねていましたから、ちょっともう本当にもう大丈夫かなってちょっと心配になってましたね。ちょっと今休んでくださいっていうもう気持ちでいっぱいですね。コロナ禍ですからそれの対策と、まあ、そして今中国とかもちょっと今大変なことになってるんで、まあ、そこに対するもう毅然とした対応をしていただけるような力強いリーダーシップをちょっと求めます。